するので原稿ちょっと見ながらご説明させていただきます。最初に自己紹介させていただきますけど、私は住宅のデザインをずっと長年やっておりまして、昨年、20年ぶりに名古屋から新潟に U ターンしました。で、まあ、新潟その建築をずっと長年やってて、打ち当たった疑問というのが、このまま作り続けてていいのかなというところだったんですね。で、やっぱりこう最近企業さんでもライフスタイルってどうなのみたいな商品構成とかが出てくると思うんですけど、でも結局最終的にこう消費のためのライフスタイルであって、その住まわれる方々がどう生きたいかっていうのが全然問われてないなというふうに考えたんです。で、その時に出会ったのがこの芸術祭っていう活動でした。で、この水土大学っていうのは、新潟市が3年に1回開催しています水と土の芸術祭という、芸術祭ありまして、そちらの、市民が自ら企画運営している市民プロジェクトの一つというふうな位置づけで行っております。で、私の方は水と土の芸術祭の副実行委員長でもありまして、で、この水土サポーターズの代表にでもあります。はい、で、最近ですね、自治体個々の特色をつけるために文化政策を挙げている自治体もたくさん増えまして、最近芸術祭も各地で行われるようになってきました。で、その中でよく目にする言葉が、芸術祭というのは地域活性化の方向であるというふうによく言われるんですけど、私は芸術祭というのは地域課題解決の方向で合いそうでないというんですか、似合いイコールの、位置づけじゃないかなというふうに考えています。その話からしたいと思います。ごめんなさい。フランスの南都市っていうところがあるんですけど、そちらも海外での文化政策によって地域活性した事例もありまして、私たちの住んでいる新潟市も南都市と、大体20年以上今交流を続けています。で、南都市に習いまして、ラポール・ジュルネですとか、アート・ミックス・ジャパン、そして、ビスケッチの芸術祭、そして、モイズムっていう、日本で初めての劇団員ですね、が新潟市にはございます。で、今年は東アジア文化都市ということで、新潟市は本当に特に文化政策に力を入れているところでございます。ではその文化芸術っていうところにどんな力があるかということをちょっとポイントを5つご紹介したいと思います。これは富士山や、富岡製糸工場を、世界遺産に認定させた前文化庁長官の近藤誠一さんがおっしゃっていた言葉なんですが、まず第1番目ですね、表現力を高めて他との共感共同を可能にし人生を豊かにするものである。2つ目、観光や創造産業を生み、経済効果をもたらすものである。で、3番目、国や自治体のイメージを向上させるものである。で、4番目、社会デザイン力を高める。で、5番目は、先人たちのから、ごめんなさい、生きる知恵を学ぶというところでございます。で、このように、いろんな効果があるんですが、ではなぜ先ほど申し上げた芸術祭というのが地域活性化と見合い交流の関係なのかということを説明させていただきます。ではまずアートとデザインの違い、この定義をご説明します。アートは私たちが普段気づくことのないものを作品を通して私たちにお届けしてくれます。で、デザインには一方で目的があって、それに向かって整える、そして解決するということが定義付けされます。この2つに当てはめて、それぞれ地域課題解決がどのように行われるかということを考えてみたいと思います。まずアートでは、地域とは何かということを問いかけてくれます。で、そして受け取りで地域住民の方ですね、その中から、湧き上がる気持ちが課題という形で浮き彫りになってきます。ではデザインではどうでしょう。デザインではクライアントから目的がまず与えられて、その目的を解決する課題や方法が何かデザイナーが掘り下げていくという形になります。でもそれぞれに足りないことは、アートは問いかけの役割である以上、その課題をその後解決してくれるわけではありません。そしてデザインは最初から目的があっての課題解決なので、その目的自身の質が問われてきます。このように両方とも組み合わせることで、より質の高い課題や目的が設定されて、その解
解決方法が導かれていくということになります。でましてや芸術祭といいますと、地域そのものの全体に入り込んで、地域住民と一緒にアートを作り上げたり、そしてアーティスト独自での目線で地域をより深掘りしていく、そういったことから、課題が浮き彫りになってくるということが特徴付けられます。で今まで街づくりっていうと行政や政治家によってシステマチックに行われていたようなふうに考えます。例えばどこかで成功事例があると、政治家や行政の方々が見に行ってそれをそのまま持ってくるというふうなことが行われてきました。でも、地域が変われば地域によって課題も変わりますしやり方も変わるはずですが、それを丁寧に掘り起こすことができるのがいわばそのサイトスペシフィックっていう、この地域だからこそできるという芸術祭の意義の一つであるというふうに考えました。でも芸術祭は一つには役割であることにすぎません。で特に私たち新潟市が主催とする、水と土の芸術祭は3年2回しか行われません。で3年後には、その都度、アーティストによって問いかけを投げられるんですが、投げっぱなしで3年後にまたやってくるという形なんですね。でそうすると地域住民の中に自然と湧き上がった気持ちっていうのは3年の間にどんどんなくなっていく、そしてまた都度掘り起こしていくというふうなサイクルが行われていきます。ということで大事なことはいいサイクルを作り出すことということになります。でこれがいいサイクルですね。で、アートは特に時に食療法のように私たちに地域とは何かというのを問いかけてくれます。でそこから地域住民と寄り添い課題を解決していくわけですが、私たちはどう生きたいのか、まずそこを、まず見つめ直す。そしてその上で地域がどうあるべきなのか。そしてその地域がどうあるべきなのかというところに、足りないものは何なのか。それが課題となります。でその課題を解決する方法を見つけ、そしてまたその、出来上がったところでまた地域への問いかけを始めるというふうな、循環のサイクルです。でこの循環のサイクルを作り出すには欠かせない人材が3種類あります。まず1つ目、新たに活動してくれるパワーですね。これはさっき の, 沖縄の方の事例のように、外からやってきた方だとか、例えば私のように U ターンして戻ってきた人たち、その人たちが新たに活動してくれるパワーとなります。そしてそれを受け止めて味方になってくれる土壌、それがやっぱり必要であります。でも1番目と2番目だけでは持続がどうしてもできない。でそれには必ず3番目の縁の下の力持ちと言われる人が必要になってきます。この3つの種類の人材が揃うと街づくりというのは、徐々にエンジンがかかっていき、どん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 活動していくというふうなことが分かりました。でごめんなさい。で、この3番目の縁の下の力持ちを作りたいなと思いまして、私の気持ちだけで、この水土大学を始めることになりました。では、水土大学そのもののご紹介をさせていただきます。先ほど申し上げたように私たちの水土大学は新潟市が主催とする、3年に1回開催する水と土の芸術祭において市民団体私たちなんですが、が企画運営している補助事業になります。でこの水と土の芸術祭は今年で3回目となります。で水と土の芸術祭は共通の理念であるこれですね、私たちはどこから来てどこへ行くのか、この理念をもとに4つの柱から構成されたプロジェクトが展開されていきます。でまず大きなのがアートプロジェクト、そして子どもプロジェクト、市民プロジェクト、シンポジウム、この4つの柱です。で今年はこの4つの柱に加えて、新潟の特徴でもあります踊りパフォーマンス、そして食おもてなし、この2つが加わりました。でこの、水土大学はこの市民プロジェクトというところに属しております。で今年は、110のプロジェクトが採択されまして、補助事業として今年は、新潟市全域で展開されていきます。で新潟市は10年前に14市町村が合併して一気に81万人都市となりました。日本海側では随一の、政令指定都市となっています。で新潟市に8区ありまして、それぞれの地域には都市部もあれば農村部もあります。そし
して海と山、川、そして型など自然に恵まれて、政令指定都市の中では通勤時間も最も短く、そして子育てのしやすい町、そして心豊かに暮らせる町となっています。で、水と土の芸術祭においてこの14市町村それぞれの魅力が引き出され、それは、落下傘のように芸術作品が突然空からやってくるのではなく、地域住民とともに一緒に地域に向き合い芸術祭を作り上げていくというふうな、ものになっています。で、この市民プロジェクトがあることで、自ら市民が企画を運営することで創造性を高めることもできますし、まちづくりというふうな観点でいうと市民レゴが高まっていくというふうな位置づけともなっています。では今年の水土大学のプログラムをご紹介します。水土大学はこの3つのフレームから構成することにしました。まず1番目が思考を根本から変える、で、根本から取り出すことを始めるということですね。でそれから、地域研究、そしてフィールドワークに落としていきます。で、今年はですね、大阪府立大学助教授の浜村千佳弘さんをお迎えし、眼差しのデザインゼミというものを行うことにしました。で、これはアートとデザイン両方からのアプローチで、地域の課題とは何か、それはそもそも解決しなきゃいけない課題なのか、それを根本から考えることから始めたいと思っています。で、固定観念の中ではイノベーションは絶対に生み出せないと思います。今までの手法の枠から超えない限りは、今までの成果の延長線上でしか成果は生まれないということが言えると思います。で、今回眼差しをデザインする体験をもとに芸術祭会期後も継続的に地域に入り込みフィールドワークをしていく予定にしています。で、プログラムが具体的には、7月25日から始まっていきます。で、7月25日公開授業、眼差しのデザインですね。その後ゼミのガイダンスを行います。で、26日、現地視察とゼミテーマのを決めたいと思っています。で、その後、1ヶ月ぐらいですかね、グループに分かれまして地域研究を行いまして、9月5日から6日に合宿しながらディスカッションをやっていきます。で、その後また、1ヶ月ほどグループで地域研究を行いまして、10月3日に最終のゼミの仕上げとなります。で、10月4日に、成果発表をして、クロストークを行う予定にしています。で、クロストークの、テーマは、産業化で失われたもの、私たちはどこへ行くのかというふうなテーマを予定しております。で、最近ソーシャルビジネスというのがすごくもてはやされて農業出てきたんですが、ここで一番大事だと思うのは、ビジネス化したいがために課題に仕立て上げてしまっては本末転倒であるということです。目的と手段を間違えると本末転倒になるってことはもちろんなんですけど、時にはその行為自体が狂気になるということもあります。それは建築にもすごく言えることであって、建物を建てりゃいいのか、それもしくはその地域は活性化しなきゃいけないのか、それを、根本から考えることがないと、その地域が、画一的なものになってしまうというふうな恐れがあります。で、その、どう生きたいのかという探る手段として芸術祭はとても良いものであり、そしてそれが途切れないように良い循環サークルを作り出す人材を育てることを水土大学の目的といたしました。で、最後に芸術祭の宣伝をさせてください。今年の7月18日から、10月12日、月曜日祝日ですね、まで約3ヶ月間、新潟市内全域にて、この水と土の芸術祭2015が開催されます。で、今年は、閉校しました旧双葉中学校ベースキャンプに、新潟の特色であるこの6つの型ですね、型をメインフィールドに、展開されていきます。新潟市は祖先が水と土の戦いによって腰までぬかるんでいるような沼地を田んぼに開拓して豊かな大地からの恵みで発展してきた都市であります。で、自然だけではなく効率化するがゆえにコミュニティ機能が失われつつもあります。でもなお新潟にはまだ豊かな自然もあるし、農村部に行けばかろうじて、残していかなければいけないというコミュニティ機能もまだ残っております。これを今この時にこそ見つめ直さなければなくなってしまっては遅いかなというふうに考えております。で、それは
は、資本主義社会を否定するわけではなく、一旦立ち止まり根本から見直すことで、これによって、新潟市が、より豊かな地域に、生まれ変わるじゃないですね、残していけるように、私は願っております。で、ぜひ新潟にですね、皆さんが抱かれている未来がどこへ行くのか、その答えを探しに来ていただ